飯で行ったら一日言わない、うん、うめえ、うめえって食ってる方がいいと一緒だから、そっちの方が本当だからね。あ、どんな言われても。そうか、うん、じゃあダメね、うん、ラジオネーム梶山。小木の金玉を直接舐めたりはせず、うん、薬指でなぞってその指を軽く舐める、うん、指を舐めたらウイスキーを二口飲む、つまみはそれで十分なタモリ。かっこいい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 な。なんか、ジーンとしちゃうかもしれない。そんな。されたら。されたら。嬉しいよね、多分ね。まあね。そんな姿。ちょっと、タモリさんに認められたいとこあるもんね。そうよ。すごい嬉しいと思う。かっこいいね。なっちゃう。立っちゃう、本当に。これも45度。うん、さあ。こんな感じのね、うん、はい、メール、うん、募集しますよ。宛先郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキおぎんぽ45度の係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。今日のメールテーマね、はい、なんか嫌なやつね、嫌いなやつ、うん、ラジオネームリポビタンナポリタン、うん、小木さん、八木さん、コウモテンさん、こんばんは。僕はデブなのにホストみたいな髪型の男が嫌いです。髪型を格好つける前に痩せろと思うし、自分に満足していそうなので嫌いです。もうあれ なんでしょうね。確かにいるね。見かけますね。いるね。いるいる。なんだよあれ。あれデブなのにホストみたいな髪型のやつ何なんだろうね、マジ。あれどういうことなんだろうな。うん、確かにわかるわ。いるよね。いる。うん、深夜さんみたいな感じでしょ、言ったら、ちょっと。ね、ああ、深夜さん、ね。さんもその時、若き頃若い頃そんな感じだった。ね、感じだったじゃん、デブなのに、こう、うん、髪を。まあ、それはバンドだからね。そうなんだけど。ビジュアル系って、もビジュアルって名前ついてるから太っちゃダメ、絶対に。それもそうだ、一緒だよね。まず。ビジュアル系太ったらおかしいよ。おかしい。もう絶対ダメ。うん、確かにホストあれ痩せなきゃダメよね。ダメだねあれ、うんうん、ラジオネーム室谷直樹。おぎやはぎさんこんばんは。嫌いなやつですが、僕はカラオケで歌う前に、あーこれ歌えるかな、初めて歌うんだよなという前置きをするやつが嫌いです。ひどい時にはその前置き後にお箱を歌う女に出くわしたことあります。な、何で18番。ああ、なるほどね。確かに、それ嫌だよね、うん、カラオケの、うん、あの保険っていうかさ、うん、先にこう言っとくやつ。そうだね。うん、すっげえうまい場合の振りとしては面白いけどね。うん、そうね。うん、超うまいやつが。そう。何これ知らないんだけど、つって。完璧に歌い切るみたいなね。ラジオネーム、ダッキー改め、大部分は待機。小木さん、八木さん、こんばんは。僕は何食べたいと聞いて、何でもいいよと答えたのにもかかわらず、うんうん、肉はと聞くと、それは嫌だってやつが嫌いです。まあ、よくありますね。それは、まあ、たくさんいる、そういうやつは。うん。そう。大体ね、もう、慣れてる人はいいけど、男の友達でも、うん、その彼女でも女の子の友達でもさ、うん、最初に聞くときにね、やっぱね、嫌いなもん聞いた方がいいよ、好きなもんより。あー、なるほど。そう、だいたい初めて食べに行く人とかの時は、うん、何より嫌いって聞いた方がいい。なるほど。うん。とか何を今食べたくないものとかも。食べたくないものがないのよ、基本。ないの？だから朝これ食べちゃったとか、だって何嫌いって言ったら、嫌いじゃないけど今日朝、これ食べちゃったから、とか、昨日の昼中華食べちゃったから、うん、今日の昼中華だったから夜中華やだとか言い方してくるし。そうだね。だいたい昼に何食べたとかで変わってくもんね、うん、夜はね。そうそう。嫌いなものさえ聞いてね、あとはね、こっちが選んじゃいいの。うんうんうん。うん。ただ、食えないものがねえんだろ。まあ確かに連れ立っちゃえばそうなんだよな。そう。うん。ラジオネーム泣き出したヒデポンと虚無感。小木さん、八木さん、コウムチン、コウムチン、テンチン、こんばんは。
僕が嫌いな奴は駅などの小便器でおしっこを下に垂らしている人です。年配になるとコントロールが効かなくなるのはわかりますが、小便器の下のところが汚くてなんか嫌な気分になります。あれね。あれなんでさ、垂らすの？お前よくわかんないんだよ、あれ。すごい垂れてる、ものすごい垂れてる時もあるよね。あるある。もう、踏んじゃいそうなやつ。下がもう。あれ何なんだろう。て、見てないもんね、多分ね、あれね。小便器って。あの、出先を、出てるとこって。もう上も汚く使うんだろうね。あれ何なんだろう、あれ。意味わかんないんだよなぁ。ねぇ。さあ、じゃあ、45分な。批評だ。はい、聞いてみましょう。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティである、おぎやはぎへ自己批評を促します。本日も、素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。いやー、春が来たと思ったらまた寒くなったけど、あれ？もうすぐスペシャルウィークじゃなかったっけ？あ、再来週か。あっという間だよね。まあ、何やんのよ。ディスらないと。ラップ？ラップやるんだ。あ、そう。ラップか。あれ、増田さん、実はラップやるって言ってなかったっけ？知らないよ。いやいや、出たいってわけじゃないよ。ないでしょ。あの、むしろ恥ずかしいし、今更実はラップができるとかって別に披露もしたくないしさ。いや、本当よ、これ。いや、本当本当。本当に本当、本当だよ。本気の本当で、本場やで。いえ、お、わお、ます、ます、ますだ。ますます発展、お祈りします。いえ、お、わお、ます、ます、ますだ。いや、あれ？ますラップしてた？自然に出ちゃったみたいな。うわ、ごめん。出ちゃうんだよね、自然と。いや、でもね、本当に出たくはないから。本当本当。本当に本当、本当だよ。またラップしてた。ザキミヤちゃんを誘うからじゃん。すごいね、本当に。もうやめてよ、本当。マスター出ないからね。大丈夫だって、ね、大丈夫ですよね。ということで、スペシャルウィークを楽しみにしつつ、それでは、最初のステイチューンです。東京都江東区。